はい、亀さんです。みんな元気？今日はお散歩ペンギンを作ってみたいと思います。とても可愛いでしょ。 It's very simple and it's very easy to make a penguin, a working penguin. ポン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 、お散歩できるよ。ポン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 って、とても簡単なのでこれを作ってみたいと思います。はい、全部で only four balloons。9 to 11 inches white round balloon and 5 inches balloon. Two and yellow or golden rod 260Q or black 260Q. Only four. いくよ。まずね、すっごく簡単だから、これはね、バルーン教室とかにおすすめかな。ぜひぜひバルーン教室で作ってみたらいいかなと思っています。膨らましていくよ。こうでしょ。これをね、もうちょっと結びます。2つの玉を作るでしょ。2つの玉ね。ネクストはね、今日はね、ちょっとゴールデンロッド使ってみようかな。ちょっと雰囲気変わるからね。Let's golden rod please inflate two and please left two inches about two inches and twisting and これでね、こうやるとね、余裕ができるから、これ裏技で覚えててね。And next, small loop. これでいいです。これをね、これにつけていきます。これを使います。これをこう引っ張ってみます。そうすると口ができるでしょ。これを後ろに回します。こんな感じね。これを置いといて、 next black。ブラックはね、ほとんど膨らませる。だけど、3 inches left, please. 7.5センチぐらい残してください。結びます。でね、まずね、ここ、スタートポイント、 here ね、これがだいたいまあ10センチぐらいかな。4 inches about でね、ここにつけたいんだけど、 here please touch。こういうのを使います。こういうのをフルに使いましょう。これをね、巻く。もしこういうのが難しかったら、こういういらない風船を使ってもらってもいいの。これをね、Please use。一回回すでしょ。で、これをね、次に横に持ってきて、まあ、空気をプッシュしながら丸めていく。丸めていく。だいたいこのぐらいかなと思うところを一回決めて、そしてもう一度さっきの余った風船とかこういうのを使います。カナさんはね、もっと引っ張る、ぐっと引っ張ってくる。これが足りなくなったら、で、これね、輪ができたでしょ。これに入れていく。ちょっときつめの方がキュッと締まるからね。で、次にゆっくり優しくプッシュして、プッシュして、巻いていきます。巻いていく。ここでしょ。巻いてこのぐらい残ったらいいからね、手がね。だいたいまあ10センチぐらい。これ結構プッシュしてもらっていいから、10センチぐらい残しておいて、で、ここに根元につければいいの。ここでね、この時にもしこれなければ、こういったのを使ってください。横巻いて、しっかり巻いてから、ぐーっと巻く。そうすると、とても楽にできます。で、カットします。こうなったでしょ。これをね、この中にプッイン。プッイン。きつい方がね、安定するからね。で、あとは整えていくんだけど、今手がこうなってるから、これをね、後ろに持っていくんよ。いい？
マウス、口があるでしょ。後ろにゆっくり回しながら、離しながら持っていく。後ろに持っていく。こういう感じね。それを後ろに持っていく。おー、いいよ。ちょっと離れたね。離れたら、もう一回使います、これ。丸めて。取らなくていいよ。離れたら切るように、すごくね。カットします。で、空気を送る後ろに持っていく。これで出来上がりです。回して、プッシュして整えましょう。できました。こんな感じです。これ最後に顔を描きます。 Please draw Penguin's eye。 よいしょ。目を描きましょう。好きな顔を描いてね。顔描いたら個性が出るからね。自由に描きましょう。はい、ちょっと困ったちゃんね、顔にしました。でね、さっきね、カネさんの子供のソーマが描いてくれた目はこれです。はい、でしょ、ね、こんな顔でもいいし、お散歩ペンギンができます。ぜひ作ってみてください。いろんなアレンジがあると思うので、みんなで楽しんで作りましょう。Let's have fun! それでは、See you next time! Subscribe please! See ya!